様にヒーローにしてもらったマイッキー。しかし町の平和を守ろうとしてもなかなかうまくいかない。果たしてマイッキーは立派なヒーローになれるのであろうか。はあ、どうしてうまく人助けできないんだろう。もしかして僕ヒーローに向いてないのかな。いや、こんなことで諦めちゃダメだ。努力してみんなが憧れるヒーローになるんだ。よし、今日もパトロールに行くぞ。誰か困ってる人いないかな。子供が泣いてるぞ。どうしたんだろう。君、何があったの。ママがね、いなくなっちゃったの。いなくなった。迷子になっちゃったのか。それはかわいそうに。よし、僕が一緒に君のママを探してあげるよ。だから安心して、さあついておいで。でもね、ママがね、知らない人についてったらダメだって。大丈夫、僕はヒーローだよ。君をママの元へ届けるから安心してついておいで。どっちから来たの。あっち。よし、じゃああっちに行ってみよう。この辺りにはいなそうだね。うん。ところで君の名前はなんていうの。タラコ。タラコ、タラコっていうの。あー、いい名前だね。あ、タラコちゃん、飴食べる。ありがとう。よし、じゃあもうちょっと向こうの方を探してみよう。この辺りもいないな。どこ行ったんだろう。もしかしたらもう一生ママに会えないのかな。いや、そんなことないよ。ママ大丈夫だよ。落ち着いて、僕が君のママ探してあげるから。ね、落ち着いてって。タラコ、ん、ママ、ママ、タラコ、もうどこ行ってたの。心配したじゃない。だってママいなくなって不安になっちゃったんだもん。無事でよかった、私の愛しのタラコちゃん。あれ、あなたもしかして。いやー、よかったですね、お母さん。俺は別に大丈夫ですよ。僕は当たり前のことを。タラコを誘拐したのね。え、いや、してないよ。こんな人気のないところに連れてきて何しようとしてたのよ。いやいや、僕はあなたを探して。なんか名前とか聞かれた。いやいや、それはこの子を安心させようと。飴あげるから向こうに行こうって言われた。いやだ。いやいや、だからそれは安心させようと。安心させて誘拐するためね。違うよ、僕は迷子のこの子が心配であなたを探していただけです。誰か、誰か来て。おまわりさん。だから違うよ。どうしました。来るの早っ。この亀が私の子を誘拐しようとしたんです。だから誤解だって。ちょっと警察署まで来てもらえますか。だから違うって。またもや人助けに失敗してしまったマイッキー。いつになったらマイッキーは立派なヒーローになれるのであろうか。続く。